あ,あとこれもあのワイリー・サイファーの「ルネサンス様式の4段階」っていう誇りだらけだよこれ,これもこのルネサンス様式の4段階の中にマネリズムが入ってるんだけどこれとかも当時よく読まれた本ですねこれ大学入ってこれだからあのドイツ語をやった時に胃、ま、の一番に買ったもの,こ,のこれのドイツ語の現象<ー>リベ もうこれ久しぶりに出してきてみたらもう字がちっちゃくて今もはやですね。俺学生の頃こんなちっちゃい字読めてたのと思ってびっくりしたびっくりしたよこれちっちゃいと思って読んだんですかえこのぐらいまで読んだと思うよ五年まででも五郎さんあの日本語版をそちらの方がよっぽどインパクトが あったってことですよね。感動されたんですか。うん、これは面白かったんだよ。本当に当時。うん、三島由紀夫が言うように。もうすごいもん、三島由紀夫二十世紀後半の芸術は。いよいよ地獄の窯開き。魔女のクリアの大航海となるであろう。なんも、何言ってんだ。か <laughs> 今までの貧血質の美術史はすべてご破算になるであろう。<laughs> どうするこれ。<laughs> 水爆とエロティシズムが人類の最も緊急の課題になり、あらゆる封印は解かれ、赤き馬、黒き馬、青ざめたる馬は踊り出るであろう。<laughs> この時にあたってマネエリスムの再評価は、我々がデカダンスの名で呼んできたものの恐るべき生命力を発見し、人類を震撼させるに至るであろう。ちょっと灰になってないと書けないすごいですね。<laughs> <laughs> 図版も目を楽しませ、役分は極めて的確。 一我々は未開の世界へ導き入れられる、まあ、でもその通りだったんですね <laughs> その通りいやその通りでもなかったけどな <laughs> それで美術のお仕事お仕事にしていきたいっていういやまあこれだけではないけどねこれすごい流行ったんで、うん、一部でね<ー>、うん、一部で流行ったんだよ渋沢辰彦とか好きな人の間一部で流行ったんだよ、うん、でもうみんな読んでると思ってたんだよ <laughs> もう狭い世界で生きてんだよ <laughs> んで出版社入ってさ、例えばさ、まあ、ユリーカとかっていう雑誌があったりして、とエピステーメイっていう雑誌とかさ、もうみんな読んでるぐらいに思ってたんだよ、俺たち。<laughs> <laughs> そう実際の部数誌ってさ、ええー、みたいな。<laughs> い俺たちってなんか仲間内みんな読んでた気がしたんだけど、この世の中の何千人の中の <laughs>、 な、なね、何千人単位なのみたいな、<ー>びっくりしたよね。そうですか。そうですよ。だけど、その何千人のまた一人が、またそれをこう広めていってということで、広まっていくものじゃないですか、<laughs> こういうものっていうのは。うんうん、だからやっぱり、最初から薄めちゃうとダメだよね。うん、<laughs> 最初からちゃんと現役の濃さで出して、袖についてきてくれる、 数少ない、既得な人の中から、一人でも次につなぐ人が出てきてくれると、次につながるけど、最初から薄めちゃったやつで、そこに仮にね、十人の人が来てくれてもさ、それはもう薄いものだから、そんなに広まんなかったりするよね。確かに。濃い現役のこの血脈はずっとつながれて、たとえ少なくてたとえ少なくても。 今こうしてでもこれこのどっかが岩崎美術社のこのシリーズはどっかで復刻してくるまあ確かにもう古いよもうさ19世紀から20世紀初頭の本ばっかりだからさでもやっぱり美術史ある以上押さえておかなきゃいけない基礎文献って結構このシリーズに入ってるんだよね。こうやっていっぱい本があってやっぱり中身は違うわけじゃないですか。中身違いますね 作者によってどういう部分が一番違うんですかまずだからこの辺の頃はマネュエリズムの概念をどんどん広げていったんだよマネュエリズムっていうのはただ単にその16世紀の美術だけの概念じゃないとこう閉塞的な時代のね、全てに共通する一つの原型みたいなものであると反古典主義的な一つの原型であるみたいなことで広げていない 反古典主義ってところにこだわってから、バロックとの区別がちょっと曖昧になったりとかしてるわけ。シュルレアリスムとかまで入れちゃってるわけだよ。で、それは違うだろうっていうのが、ちょうど俺たちが学生の頃はあって、あんまりそう広げちゃうと、もう何のことだかわかんなくなっちゃうよみたいなことで、ちょっと、あの、ちゃんとしようって言って出てきたのが若桑先生だったんだよ。 うん、もう一回原点に立ち返って、イタリアのルネサンスの終わりからをち、ちゃんと見ていきましょう、みたいな。うん